皆さんこんこにちは今回は私桜田から「新たな生命の総合を目指して」という題でレクチャーをさせていただきます。生命の総合というのはいろんな多面性を持った生命現象というのを統一的に理解するための枠組みというのが生命の総合です。で現在の生物学というのは現代の総合というものを基盤にして進められていますがこの現代の総合というのは1942年 ジュリアン・ハクスリーによって提唱されたものです。で、この総合というのはダーウィンの進化論とメンデルの遺伝学というまあ、ある意味矛盾したものを統合するというために作られています。で、この統合によって基礎生物学というのは非常に大きな進展を示したんですけれども、一方で病気の治療という面から考えますとこの総合というのは不十分です。で、まあこの ではヒポクラテスを指しているんですけどもこれ有名な古代ギリシャのお医者さんですまあ、いろんなところで参照にされる人なんですけれどもこのヒポクラテスは病気の治療に関して普遍性よりも個体性を病理よりも経験を重視しなさいとで、また観察と記録予想が重要ですよということを話をしています でまあ、これをまあ一言で言うならば病気というような抽象概念ではなくて病人という形で、えー、とこういう治療というものを考えなきゃいけないこれをすでにまあ古代ギリシャの段階からこのヒポクラテスはえと考えていたわけです。で米国の国立衛生研究所というのは、えー、とアメリカの新しい医療を開発する、まあ、それを司さどっている機関なんですけれども、えー、この機関から約10年前ぐらい に基礎研究の成果が現実の問題解決に役立ってないとこういうふうな言葉が投げかけられるようになってきました。で、病気という概念はまあ基礎生物学あるいは自然科学からまあ由来するまあ知識の体系で生命の普遍性に関するそういったものをまあ表彰するものです。一方ですね、病人というのは臨床科学あるいは応用科学といったものの対象になります。で。 まあ臨床科学や応用科学という面では、病人ごとの個別性ということが、えっと問題になります。で、病気というのは、まあ、あの一人一人の病人を詳しく見ていくと、非常にまあ多様性があります。ところが、えっと、この多様性というの、ありのままに、まあ扱うような、そういった技術がありません。で、そのために、あの臨床科学というアプローチも、結果的には。ある意味で、その、あの画一的なものを、えっと、表すようになってしまいます。 でえっ、ー、と臨床研究というのは臨床統計学という手法を基盤に持っています。で臨床統計学というのは代数の法則と中心極限定理というものをえっ、ー、とまあ原理としているわけですけれどもえっ、ー、とまあ一言で言えば一見すると多様に見える病人も本質的なところでは同じですよ。これはまあ本質主義というんですがこういう概念を持っています。で。 更にですねあの私たちの体の中には非常に複雑な、えー、と相互作用をしています。また私た私ち社会の中でもいろんなな環境と複雑な関係を持っていますでこういった複雑な相互作用というものを、えー、と臨床統計学という中では頻度情報に置き換えてしまうということで射精してしまいます。 でまあ、こういった背景があるのである意味で臨床統計学というのは画一的な治療といいうものを正当化しているまそうしますと、まあ、個別化の医療あるいはまああの具体的に言えば複数マルチプルケアあるいはパーソナルケアというものを開発しようと思うと一見同等に見えるそういった病人患者さんも実は多様なんですよとそういった発想で新しい治療法というのを考えていく必要があります。 で、あの医療現場の中でも、まあヒポクラテスへの回帰ということを訴える人が増えてきています。で、これはまあどういうことかっていうと、標準化された病気というところから、個々の病人の中の病気へと、こういうふうに変わっていかなきゃいけないよという訴えです。で、まあ今日お話ししたいのは、えっと、こういった問題をどうしたら解決できるかと、そういうことについてお話をさせていただきます。で、まず最初の話題は、えっと、個別性ということです。じゃあ、人の個別性ってのは一体何かと。 いうことなんですけれども、えっ、ー、と、二千三年に人の全ゲノム配列というのが決定されました。で、その後の研究解析の結果から、えっ、ー、と、大体、えっ、ー、と、任意の二人を、えっ、ー、と、選んできますと。大体三百万から、えっ、ー、と、多い場合、一千万近い塩基配列の違いがあります。えっ、ー、と、全ゲノム配列が、えっ、ー、と、三十億塩基対ですので。大体零点一パーセントから零点四パーセントという違いがあるというふうになります。で、これを、まあ、遺伝的な多型というふうに言います。 でえー、と現在 DNA の配列を決定する機会が非常に大きく進歩した結果、えー、と近い将来一人一人が自分たちの全ゲノム配列を知れる自分たちで持てる時代というのは近づいてきています。それじゃあその個別性という問題っていうのはゲノム情報に還元しちゃっていいいののかというのがまず最初のえと質問というか疑問です。で生物学というのはえと入出力という関係の中でえと現象を解析してきました。 例えばある生活習慣の結果生活習慣病というのが起こると。でこれは生活習慣という入力の結果病気の発症という出力があるという考え方です同じように薬という入力の結果、えー、と効果だとか副作用という出力があると。こういう形で、えー、と生物というのを理解しますそうすると遺伝的多形というのはシステムの入力出力の関係が この遺伝的な差によって変わるという形でこの入出力モデルの中に組み込まれるという形になります。でこの組み込み方っていうのはいくつかあるんですけどもまず全く考慮しないのがピュアな本質主義ですねだから全ての人は基本的なレベルで同じだというふうに考えるというのが本質主義です。それれで還元主義というのは限られた差に まあその現象の違いを還元してしまうというのがまあ還元主義で,で包括主義というのは全全部部のの差をまととめて全部理解しようといういものですそれで還元主義のまあ一番代表例というのはまあ青い目というのを挙げることができると思います。で青い目を持っている方の約74%というのは全く同じ遺伝子の変異を持っています。でこれはえ あの大体6,000年前から1万年前に今の黒海の近くのルームニア近くに生まれた人人のにに由来すするといいう,ふうに言われていますでこのようにたった一つの変異によって、まあ、青い目という現象を還元的に説明できるというケースがいくつかあります。 でこういうものだけを見ていると生物というのはまあ遺伝子の変異とかあるいは遺伝子によって説明できるというふうにまあ思ってしまうわけですけれどもこのような見方のことをまあ還元主義、あるいいいは生物学的決定論という,ふうに言います。でこれを少しまあ噛み砕いて言うとしたら非常にまあ生命という複雑な現象を限られた要素とか要因で説明したいというある意味のまあ希望ですねこれがまあ還元主義というふうに言うことができます。 それで、えー、と還元主義っていうので説明できる、まあ、確かに病気の現象でいくつかあります。でその一番代表例っていうのが単一遺伝子疾患と呼ばれるものでメンデル型のの、えー、遺伝形式を示すものですもで現在3,917種類以上のものが知られていて、えーまあ、約84%の疾患が1,990の遺伝子のどれかに、まあ、入ると。 いうことで非常に限られた遺伝子限られた変異によって、まあ、このメンデル型の遺伝病っていうのが現れるんですけれども先ほど言ったその何百万ということの遺伝的多系の全体像を考えますと大半のこの遺伝的多形というのは単独ではそのの病気とか人の形質に影響を与えませんでこれがある意味その還元主義的ににアプローチすする限界という,ふうになりますで、まあ、この問題を克服するために全部で見ようという考え方があります。 で、えー、例えば、この例はですね、ヨーロッパ人の、えっ、ー、と、遺伝子の中の。三十万種類の、まあ、遺伝的多型を使って。えっ、ー、と、人種差を、まあ、比較したものなんですね。で、これ、非常に、まあ、見事に分かれるんですけれども。えっ、ー、と、ヨーロッパの中で、えっ、ー、と、アシュケナージ系のユダヤ人という方が。右側のところに、えっ、ー、と、クラスターを形成しているのがわかると思います。それで、えっ、ー、と、左側の方は斜めの線にプロットされていますけど、このうちの上の方は。 えーとヨーロッパの北部それから下の方はヨーロッパの南部の人種というふうに分けられます。でえーとまあ ご存知かもしれませんけどこのアシュケナージのユダヤ人というのは地球の全人口の600分の1とで決して多い人口ではないんですけれども、えー、とにもかかわらずノーベル賞の科学関係の賞の4分の1というのはこのアシュケナージのユダヤ人の人が、えー、受賞しているんですね。でまあこういうふうに、えー、と全体を通して。 えとまあ、その人の違いというのを、まあ、主成分解析というのを使うんですけれども、まあ、プロットすることでもしかしたら日本人の中である特定の病気になりやすいのはここの集団である病気はこうという形で、えー、と分けられる、まあ、日が近いうちやってくる可能性っていうのはあると思います。でそれじゃあ僕たちはその DNA の宿命の中にとらわれちゃってもう全てそれで決まっているのかと。 いう問題が次に現れてきます。で、これは答えは実はノーですで、それはえっと表現型の可塑性という現象があるからなんです。で、もしえっと遺伝子によって病気があの決定されるんだとしたら、一卵性双生児というのは、えっと2人とも全く同じ遺伝子を持っています。そうすると同じようにえっと病気を発症するはずですね。 で、ここの図はえっと一卵性双生児の中での病気の発症率の相関率を示しています。で、縦軸がえっと相関率なんですが、もしえっと100%相関するんであれば、あの遺伝子決定論であれば全部100%になるはずですね。ところが多くの病気はほとんど100%になりません。例えば乳がんですとわずか相関率というのは10%程度なんですね。 ということは、えー、と全く同じ遺伝子を持って生まれてきた女性の一卵性双生児のうち、えー、と遺伝的に乳がんになる率っていうのは非常に低いと大半はどのように生きたかということで、えー、と乳がんというのが発症しているということを示しています。 ですけれども、例えば今まで知られている原因としては、例えばストレスが乳がんの発症と関係しているということは、フィンランドの約1万人の一卵性双生児を比較した研究からえー、っと現れています。えー、っと夫がえー、っと死別したり、あるいはその離婚や別居するということが実は乳がんの発症とえー、っと関係をしています。ここに示した数字というのはオッズ比なんですけれども、2.0とか2.26というのは、例えば えっと先ほどの遺伝的な多型によって糖尿病が発症するという数字と遜色ないようなそういった数字になっています。で、まあ、それ以外には例えば授乳経験がある方がえっと乳がんの発症率が低いとかそういったデータも知られています。それでえっと疾患とまあ環境要因の関係というのは非常にまあ複雑なんですけれどもえっとまあ代表例を2つだけ挙げるとしたら ええと、予想的適応反応と内分泌攪乱物質というのを挙げることができます。で、予想的適応反応の例としては、えっ、ー、と、まあ、あの、お母さんのお腹の中にいる時の状態の結果。えっ、ー、と、大人になってから病気になるというような現象です。 でこれは例えばですね、えー、と何らかの原因で妊娠中のお母さんが十分栄養を取れなかった場合当然赤ちゃんは小さく生まれてきますよね。でこのように小さく生まれた赤ちゃんが生まれた後、えー、十分食べ物があるためにどんどん大きくなってしまうと非常に高い率でえっと病気になってしまうということが報告されています。でこれはえっとそのおのの中でにに合うようよ体の状態が されるという飢餓に合うように体がセットされたのに生まれたっ、えー、とは食べ物がいっぱいあるそのミスマッチの結果、えー、と病気が発症すると言われていますそのため予想的適応反応という名前が使われています。 で内分泌かく乱物質の例では、まあ、最近その男性の精巣がんとかあるいは精子の数が減少することの不妊というのが増えてるんですけどもその原因として例えばダイオキシンとかビスフェノールをはじめとした化合物が、えー、に、まあ、その赤ちゃんの間あの暴露された結果、えー、と生殖系の細胞が、えー、と異常になるという仮説がまあ提唱されています。それでこういった現象を まあ、えっ、ー、と、共通の特徴として、えっ、ー、と、選び出してくると、まあ、その環境要因というものには、えっ、ー、と、履歴性があるということなんです。で、だから、これは打てばなるように、その環境状態がすぐに病気になって反映するんじゃなくて、ある時の環境条件を体が記憶していて、その結果、病気になると。ここが、えっ、ー、と、実は、えっ、ー、と、最近、その環境要因の中で、えっ、ー、と、重要な概念になってきます。で、えっ、ー、と、結論からすると、じゃあ。 その個別性っていうのはどうやって表せるのかっていうとになりますそれで長い間その生物学の研究というのは遺伝子の種類といいますか遺伝子の構造とそれから病気の関係っていうのをずっと調べてきたんですねだから構造がが変わわるることとででで病気が発症すすいう形で理解してきたわけですでそのようなデータばっかり集めてくると、まあ、当然その遺伝子が病気を決定しているように見えちゃうわけですね。 ところが、あの病気というのは、遺伝子の構造が変わらなくても、遺伝子が発現する時間だとか、場所だとか、量が変わることでも発症します。で、この遺伝子の時間、空間、発現の時間、空間、量の変化というのは、実はその配列が変わらなくても起こります。で、えっ、ー、と、その代表例が、えっ、ー、と、転写因子の発現、それからエピジェネティクス、就職。 あと後天的に獲得した DNA の変異とかあるいはその血質重複といった構造変化ですでこういった変化というのは環境によって誘導され先ほども言ったように履歴性を持っています。ということでこういった情報の変化をまとめて私は細胞記憶という形で整理をしています。 そうしますと個別性というのは遺伝子情報の多様性と細胞記憶の多様性を合わせたものとして理解しなければいけないとこういうふうに結論付けることができます。さてですね以上のその考察結果に基づいてこれを一つのまとまったものの見方として整理したいというのが今回お話しする「新たな生命の総合」という考え方です。それで 先ほど申しましたようにその遺伝子の決定的なその特徴それから環境によって決定される特徴というのはある意味矛盾しています。ここれはちょううどその昼と夜がこう 重なったようなそれを同時に共存しているようなそういった矛盾ですで、えーとまあ、これをあのうまく表現するためには、えー、といくつかそのテクニックはいるんですけれども、えー、と今日はです、ね、この三つに分けて説明したいと思いますちょっと言葉は難しいんですけれども、えー、と存在論とシステム論とそれから認識論ですで存在論というのは実際に実在する、まあ、生命というそのものを扱う理論ですで認識論というのは逆にそれを まあどうやって観察してでデータを取って整理するのかというための理論です。でシステム論というのはそのそれでえっとその先ほどから説明してきた生命の特徴をまあ存在論的に言葉で表そうとすると生命というのはある意味その変化を算出するその変化の算出の連鎖というふうにえと表すことができます。 で何が変化するのかっていうと2つ変化するものがあるんですけどそれは情報と形質ですで情報は、えっと、先ほども申しましたようにまず最初にゲノム配列があります。そこに、えっと、そのゲノム配列という前提条件の上に細胞記憶というものが入ります。 でえー、とゲノム配列と細胞記憶が入るとその前提条件の上に新たな細胞記憶が入るという形で、えー、と情報が、えー、と変化していきます。でこれはあの消えるわけではなくて連続ししてて蓄積される形で変化していきます一方形質の方は受精卵から始まって肺発生新生児成長生体という形で、えー、と形態変化を示します。でこれは情報の、えーと 空間的な表表現といいう,うに表してもい,いかとい風ううに思いますで情報と形質の関係というのは、えっと、これもちょっと難しい表現なんですが相互浸透というふうに説明することができると思います。で、えっと、情報の変化の結果形質が変わりますし形質が変わることで えっと環境の見方が変わりますから情報変化の規則が変わるんですね。だからお互いにえっ、ー、と相互関係を持っているということで情報とケースの間にはお互いに関係がある一方通行ではないということが考えられます。でこういった枠組みで進化というものを今日はあまり詳しくお話ししませんけど考えますとこれもやっぱり変化と選択の相互浸透という形でえっ、ー、と理解することができます。 それで変化っていうのは繰り返しですけど情報の変化とケースの変化があるんですが選択の対象はケースのの変化の方ですよねそれでえと一方ですね情報の変化ケースの変化っていうのは情報の変化によって担われてるんですけれども情報の変化というのは遺伝的どう化とかあるいは遺伝的順応という形で自然選択の内容を含んでいます。一方ですねあの そのケースの変化というものは、えっと、ニッチの構築という形で自然選択の方に入ってきます。ということでやっぱりここも、えっと、変化ととと選択をお互互いいいに、えっと、相互採用すするという形を、えっと、取っていますで、まあ、このような、えっとまあ、機械とは随分違った存在のものをシステムとして表そうとしたときにこれは実はの入出力モデルでは簡単に説明できません。でそこで採用しているのが、えっと、自己準拠システムモデルというものです。 それで入出力モデルの場合っていうのは物質的な構成要素というものをシステムの要素として考えますで物質的な構成要素っていうのは例えば人体であれば一つ一つの細胞が物質的な構成要素ですよねで社会であれば一人一人の人間が構成要素ということになりますでそれをシステムの要素と考えるのが入出力モデルですで一方自己準拠システムの場合にはコミュニケーション というものをえっとシステムの要素と考えます。ですから、システムというのは、えっとコミュニケーションの連鎖としてえっと扱います。で、えっとコミュニケーションでじゃあ何かということなんですが、まあ、これは実はその前提と選択という言葉で表されるんですけども、例えばあの物質的な構成要素が。 外から何かそのコミュニケーションというか情報を受けるというのはなぜかっていうとその情報を聞いたことで新しい情報発信をすするからなんですね例えば今日のこのレクチャーを聞かれた方がその聞いた内容に基づいて昨日はこういうのを見たよっていうことで新しいコミュニケーションが発生すると。 いうことでコミュニケーションというのは前提とと選択という形でで表現できますそうすると青いいい構構成成要要素素ののの選択というのは赤い構成要素の前提になります、まあ、言い換えればこの自己人拠システムの場合は選択の連鎖とかあるいは前提の連鎖という形で表現することができます。でこの方法を使うことで非常にダイナミックに情報が変わるシステムをありのままに表現することができるようになります。 しかしですねこれ表現するには非常にいいんですけれども実際に定量化して予想したり制御しようと思うとやっぱりどうしても入出力モデルに持っていく必要があります。で、えー、とここでは、えー、と準拠システムモモデデデルルとと入出力をを統合すするというアイデアイ簡単に説明しますそれで入出力モデルは繰り返し申し上げていますように、えー、と環境による入力によって表現型が現れるとでその真ん中に DNA 情報があるという簡単なスキームです。 でそれに、えっと、今回の、えっと、私のアイデアを入れて、えっと、細胞記憶という概念を、えっと、このシステムの中に入れますですが環境は DNA 情報と細胞記憶の両方に働きその結果、えっと、形質が変わるという形をとりますでこのことで、えっと、細胞記憶が変わるごとで設定点が変更されるということで、えっと、向こうの入出力のモデルの場合は設定点が一つなんですけどこちらは設定点が変わっていくという形で、えっと、モデルをえっと まあ考えることができますでその細胞記憶というのは、えー、とその自己準拠モデルを使って細胞間の情報伝達の時系列のデータとして扱うことができるというふうになります。で、まあ、これが、えー、と今私が考えている新しいその、まあ、生命の総合の、えー、と一つのまあ説明です。 でまあ私は別にその総合したいために総合を考えているんではなくてこの総合を使って新しい応用をしたいというふうに考えていますので最後のテーマとしてそのことを皆さんと少し考えていきたいというふうに思います。それでで科学の世界では、まあ、一つはつ原理を解明したいということでその演疫的な理論科学とそれから機能的な実験科学という2つの異なったアプローチが今まで存在してきました。 ところがですねあのコンピューター科学が進展したことであの単に原理解明じゃなくて複雑な現象の問題解決に使えるんじゃないかというふうにまあ,あの変わってきたわけです。でその時に、えー、とあの2つの違うアプローチが出てきました一一つつはシシュミレーーョンででもうつがビッグデータ解析ですそれでシミュレーションの方はですね、まあ、決定論的に扱える現象の場合非常にうまく使えるんですけれどもえっ、ー、と 特にですねその病気の発症とかえっと予防といった非決定論的に見える現象を扱う場合にはシミュレーションは非常に難しいですそれでえっとこの場合にはですねむしろそのビッグデータに基づいた解析方法が有効になるというふうに思われますそれでじゃあその実世界の問題って結局どこにあるのかっていうのを考えたときにじゃあそれは例えば あの効率的に何でも便利になればいいのかあるいは例えばエンターテインメントのような感動があればいいのか実はその健康という観点に見ると「便利」とか「感動」っていうのは実はあんまり重要なキーワードにならないんですね。であの生きるるととは選択であると これはあのアナン元国連事務総長の言葉なんですけど彼はえっとその後にうまく選択するには自分自身を知り自分が何を代表しているかを知りどこに行こ,うに行こうとしているかまた何のためにそこに行きたいのかを知らねばならないとこういうふうにあの彼は語っています。選択というのののはあるる意味ででで自由の土台ですすすたただ選択の結果成功したり失敗するわけですよねそうするとあのもう一つ付け加えなきゃいけない概念というのは生きるとは信頼であると。 で結果は結果が出てしまうまでわからないんですけど選択っていうのは結果が出る前に行わないといけないとそうすると,、えー、とある意味でその自分の選択に対して自信を持てる信頼を持てるっていうのは一つの幸せのキーポイントですそれから一緒に生活している近いところで生活している、えー、と友人の選択というものがやはり信頼できると。 あの自分にとって変なことをしないだろうというそういう信頼というから社会全体が自分にとってまあ変なことをしないという信頼この信頼感っていうのはある意味で幸せの土台になるのではないかというふうに思いますでこれはえっと先ほどのビッグデータということとうまくつながりますそれでじゃあその信頼できる選択っていうのはどういうふうにしてできるのかで。 決定論であればマニュアルでできるわけなんですけども決定論じゃないとしたらもう唯一これまああの実験科学と一緒だし実践値と一緒なんですけどあの自分と似たで人のあり見て我が振り直せという言葉があると思うんですけれどもこれはある意味その他の人間という鏡に自分を映してみてどうしたらいいのかっていうのを考えることなんですね。 例えばその病気ということであればその健康と病の語りのデータベースとしてディペックスとかあるいはペーーシェントライクミというサービスがすすでにありまディペックスの、えーとまあ、サイトでは、えー、と病気の診断を受けた人やその家族が同じような経験をした人たちの語りに触れて病気と向き合う勇気と知恵を身につけるために作られたウェブサイトですとこういうふうに書いてあります。でまさにあのこのような形で えと自分と似た人自分と全然違う人はやはりその参考にならないですから似てる人というものを、えー、と見つけてきてその人の経験を利用するという形が、えー、とあのこういう比嘉定論的な現象の時に非常に重要になってきます。でじゃあ何をもって似て似るとというかと例えば病気が発症すると病気の形質という観点から似てる似てないっていうのはすぐ見つけられるんですけどじゃあ健康な時に予防するという時にじゃあそれ見えないものを 似てる似てないってどうやって区別するのかっていった時にやはり情報という潜在的なもので似てる似てないを区別しなきゃいけないとでもそれは DNA の配列だけではできませんよねっていう話を今日してきましたけれどもそれは細胞記憶とそうするとえっ、ー、とある意味で、えー、と私たちの日々の生活というものをあのまあ離散化するという形で、えー、と理解する必要があります。 でえー、と今日あのお話ししているその新たな生命の総合というのは、えー、と生命を時間とともにその設定点を変化させるものというふうにして、えー、と考えるというふうに申し上げてきましたそうするといろんなものを、えー、とセンシング、まあ、デバイスを使って測ることができます例えば、えー、と血中の分子を測ってその設定点の変更を知ることもできますし例えば、えー、と食べ物あるいは運動ストレスといったものを、えー、と測ることもできます。 ただまあここで大事なのはやはりそのエピソードごとにそれをえっと自分がどう受け止めたのかといったものによってえっとデータをまああの整理するともう一つはですね似た人を単に集めてきただけでは十分ではないですよね。その人の持っているライフログを参考にしないといけないのでその人の個人情報にアクセスしないとどうやってえっとよくしていったらいいのかっていうのはわからないと。 でそうするとその時にやっぱりキになるのはえっと個人情報の匿名化という問題ですでこれはあのミシェル風向ーーがえっとまあ、あの語ってるんですけどいろんな街の営みっていうのがあるんだけどいろんな世界の情報を集めてストックしようという欲望っていうのはどうしてもその権力的になってしまうと。 だから例えば誰かの目的のために自分の個人情報を使われたくないという不安が多分皆さんにあると思うんですけども、えっと、そういったものがもしある限りはこういったシステムって動く動かないですよね誰もそういうのを記録してみんなに見せたいというふうに思わないと思いますからやはり個人情報を匿名化するそういった仕組みができることでお互いの経験を、えっと他の人に使ってもらうというシステムができるようになると思います。それれれでで、えっとまあ、若干これまとめなんですけれども、えっと えと今回の,その新たな生命の総合というものを、まあ、医療に応用した場合これ個別化医療という形に、えー、とすることができるんですけれどもこれをまあ僕はその情情報報医療あるいいいは情報ヘルスケアという,ふうに言っていますで個々人の健康や病気の問題っていうのを日々のセンシングデータを取得することで えっとまずデータを集めます。それを設定点に変更して、設定点の相似性を使って似た人とえっと対あの関係を検索します。でそのことでえっと選択支援や意思決定支援ということができるというふうに考えています。でこのサイクルを何回も回していくことでその選択の精度というのも上がってきますし、何よりもこの精度は誰かによって強制された選択を行うというのではなくて、自分によって自分のベストの選択を選ぶという形式で。 あることが非常に重要であろうというふうに思いますそれで二十世紀というのはどういう時代だったかというと多分これは機械的な文明というふうに一言で言えると思います二十世紀に発生した問題の多くというのは例えば生命とか社会とか自然というのは決して機械ではないんですけどそれを機械とみなすことで発生してきたというふうに思います 例えばその生命の美しさっていうのは機械のようにある意味完成された美しさというよりは完成にこう向かっていくそのの過程の美しさというふうにに捉えられるというふうに思い思ますそうするとこのような生命をじゃあどう捉えたらいいかっていうとやはりその変化あるいは今日大事なキーワードであったと思うんですけどシステムとシステムの相互浸透といった形で捉えることが重要であろうというふうに思います。 でまあ、あの私自身の一つの希望はその医療への応用だけではなくてこういう生命の新たな総合を通して人の行動を変えられるようなそんな新しいあの価値を創造したいというふうに思っています。